アトレティコ・マドリード二千二十一から二十二アトレティコ・マドリード二千二十一から二十二アトレティコ・マドリードは、アトレティコ・マドリードの創設後百十五シーズン目である二千二十一から二十二シーズンの成績を記述したもの。二千二十一から二十二シーズンの夏の移籍市場では、ウディネーゼ・カルチョからロドリゴ・デ・パウルを三千五百万ユーロで、ヘルタ・タベルリンからマテウス・クーニャを三千万ユーロで、 獲得したシーズンファーストゲームとなった8月15日のラリーガー開幕説セルタデビー5戦では試合終了間際にマリオ・エルモソが退場するなどの一問弱あったがアンヘルコレアの2ゴールで2から1とセリー勝ち勝ち点3を獲得した8月26日 UEFA チャンピオンズリーグのグループステージ組み合わせが発表されグループ B に回ったアトレティコはリバプール FC AC ミラン、FC ポルトと同組になった。シーズン最初のチャンピオンズリーグとなった9月15日の FC ポルト戦では、逆行抗した試合運びで、こ着状態が続いたことで、ゴールレスドローに終わった。CL グループリーグ第2節のミラン戦では、後半94分に、ピエール・カルルの PA 内でのハンドにより得た PK を、スワレスが決め、土壇場での逆転勝利を収めた。 マサルブンフ、ヌワンシア V アトレティコマドリード、ザルツブルク V アトレティコマドリード、ボルフスブルク V アトレティコマドリード、カディス V アトレティコマドリード、フェイエノールト V アトレティコマドリード最終更新は2021年10月29日の試合終了時出展、ラリーが、ブドフィュートバル順位の決定基準、1、勝ち点2、当該チーム間の勝ち点3、当該チーム間の得失点差4、総得失点差5、 総得点数六、反則ポイント七、順位決定戦。セルタ V アトレティコマドリードアトレティコマドリード V、エルチェアトレティコマドリード V、ビジャレアルエスパニョール V アトレティコマドリードアトレティコマドリード V、アスレティックビルバオ、ヘタフェ V アトレティコマドリードアラベス V アトレティコマドリードアトレティコマドリード V、バルセロナアトレティコマドリード V、レアルソシエダレバンテ V アトレティコマドリードアトレティコマドリード。 V レアルベィスバレンシア V アトレティコマドリードアトレティコマドリード V オサスナアトレティコマドリード VFC ポルトミラン V アトレティコマドリードアトレティコマドリード V リバプールリバプール V アトレティコマドリードアトレティコマドリード V ミランポルト V アトレティコマドリードありがとうございます